ましょう。栗山監督頑張ってください。ニュース1本目ですよね。失礼しました、1本目の方です。栗山監督頑張ってくださいとしか言いようがないですね、これはね。これ小松さん何かあります？そうですね、私も栗山監督にインタビューした時、もちろん日本ハムファイターズの監督時代なんですけれども、この日本代表というものにものすごく心を寄せていらしたんですね、やっぱりその日の丸を背負って戦う選手をね、なるほど、素晴らしい環境に置きたいし、はいはい、野球人として本当にオリンピックを応援したいとおっしゃったので、まあ、それを率いることになって、はい、で大谷翔平選手がチャンスがあれば出たいと、ピーターのインタビューのたびに分かってますよね。はいはい、なので、はい、まあ、日ハム以来の、はい、して、栗山監督と大谷翔平、まあ、ピッチャー、バッターが、日本代表で見られるのかなと、今、なるほど、お待ちにしております。私は栗山さんは、監督になる前に、明石家さんまさんと3人で定談したことがありまして、ヤクルト時代ですか？いや、終わって、引退した後、キャスター、それでその時に監督なれたらいいのにななんていうことを夢のように語っておられたのを今でも覚えております。そうですか。なぜ明石家さんまさんだったのかよくわかんないんですけども、すごいメンバー、面白かった、面白かったですけど。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオプエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。